上がれ。悪いな、本当は今日は俺が当番なのに。何言ってるのよ、明日大事な試合でしょ。すまん。しかしすげえごちそうだな。力のつくものと思って一生懸命作ってみたんだけど。サンキュー、いただきます。ごめんね、シュン。他の選手たちみんなお母さんの手料理で本当に美味しいもの食べてると思うけど、シュンは私が本を見ながら作ったものを。何言ってるんだ、うまいよ、とっても。でもお姉さんだったらきっともっとシュンが本当に好きなもので栄養のあるお料理を。その代わり姉貴と一緒にアメリカへ行ってたら試合へ出られなかったじゃないか。明日甲子園を目指して試合へ出られるのも天子のおかげじゃないか。それに俺、うまいよ、うまい。本当？ああ、うまい。君はどんな袋より最高の袋だ。そしてどんな奥さんより最高の奥さんだ。